こんにちは。今回は美味しいお寿司を食べ歩きしていきたいと思います。寿司屋食べ歩き1軒目は中区中町にある、朝7時から通し営業の広島では珍しいお店、日の出寿司有明に行きました。草津市場から仕入れたショーケースの約30種類の新鮮なネタから自分の好きなものを選べ、またお任せもでき、寿司の個数は6貫、10貫、14貫の3種類で、赤だしか乳麺がついて、海鮮丼や茶碗蒸しにご飯大盛り無料といったシンプルで分かりやすいメニュー構成。場所は平和大通りに面した青い大きなビルの広島クリスタルプラザ1階にあり、ホテルホッケクラブのすぐそばになります。裏口から入るとちょっとお得なサービスがあるとか。来店前に店のシステムをチェックしておくとスムーズかも。それぞれお任せかショーケースからご自身でお選びいただくことができます。どのネタも値段が同じという点は秀逸で、同じネタを選んでも OK、 選んだらその場で握ってもらえます。うなぎと煮穴子は必ず食べたい。クジラのユッケがある店は希少だな。市場の競りに直接参加されているので、その日いいものをよりリーズナブルにいただけるのは魅力的。なお食べたいネタが決まったら注文用紙に品と関数を記入するシステムです。ショーケースのネタを間近で見るも選択肢が多すぎて決めるのに時間がかかってしまった。まずは実感、赤だしか乳麺が選べて、赤だしは結構食べてきたんで乳麺にします。わさびはなし、食べれるようになりたいけど。飲み物のラインナップはこんな感じで、何よりも日本酒に目が釘付け。流星で、はい、流星でかしこまりました。ヒヤで、はい、じゃあ流星でございます。おお、すごいですね、はい、竹原のお酒です。はい、すごく美味しいです。はい、ありがとうございます。流星の霊酒で乾杯。夢の世界に入るかのごとくダイレクトに個性を感じる瞬間の酒はうまい。辛口と甘口の醤油にわさび、寿司実感盛り合わせが到着。木の板の上に綺麗に配置されているのも素晴らしい。そしてどのネタも大きくて食べ応えありそう。すべてが自分の好きなネタばかりでテンション爆上がり。あったか乳麺は寒い時期にぴったり。かまぼことたくさんのそうめんが入ってます。これが自分が選んだ好きなネタ実感で、乳麺、赤だしに飽きたんでね最近、竹原の藤井酒造のお酒流星、最初辛口いきます。本日のおすすめを尋ねるとこの大葉いわしでした。脂が乗って旨味をしっかり感じられ、とにかく新鮮でプチうまい。軽く炙った香ばしさが口の中で広がり、薬味の爽やかさで後味さっぱり。ネタが新鮮でうますぎる。ハモって京都のね錦市場で食べたのを思い出すね。コリコリして美味しかった。ハモ、朝7時からオープンじゃけど、モーニングに寿司食べる人とか、朝から酒飲めるつわものとかおるんかな。混ざりたい。そうめん入ってる。やばい、大好きなうなぎとアナゴと玉が入っとるしね。3人組になっとるっていう。
大好物のうなぎが口の中にある間に玉を食らえば、うまさ倍増、幸福感大渋滞。ちょっと玉の一口食いがかなわんかったんで、今度穴子行きます。好きなものは後から食べず先に食っちゃおう。流星も好きな酒の候補一つになりそう。もうあっという間に6缶食べて残すは4缶。クジラのユッケとか食べたことある？うち初めて食べるクジラのユッケとか。おいしい。これ酒もね進みまくるよ。最初に酸味が来て、その後どっしりした力強いまろやかさが追っかけてくるって感じ。キレもあるし、全ての寿司が同じ価格で、さらに自分の好きなネタを選んで食べれるのは嬉しい。今度は甘口醤油。こうやって食べ比べするのも楽しいね。わ、入れすぎた。かまぼこ。普段使いにもってこいの気軽にフラッと立ち寄れるコスパの良い寿司屋でした。以上、広島市中心部の美味しい寿司屋を紹介してきました。この動画が良いなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。気軽にコメントもじゃんじゃん待ってます。最後までご視聴どうもありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。